驚くべき瞬間、平野紫耀がファッションの魅力を解説する動画がついに公開。テレビ出演情報も同時公開。本日、つまり2月24日土曜日、平野初心やナンバー、愛がテレビに出演します。最新情報と魅力を満喫できる貴重な機会をぜひお見逃しなく、ファッションアイコンとしての彼らのユニークなデザインと最先端のコンセプトがどのように私たちの目の前に現れるのか楽しみです。新作アイテムや最新のファッショントレンドが注目を集めており、その活動が雑誌に取り上げられるという情報も入ってきます。彼らの独特の美学と洗練されたデザインが、どのようにグラマー誌の紙面に反映されるのか楽しみです。彼らのインタビューやコメントも必見です。彼らの情熱と創造性がどのようにインクや紙に反映されるのかを楽しみにしています。街中で注目を集めるアイコン、ナンバー。愛の最新トレンドが待望の登場です。2月24日土曜日にファッション界の大御所たちがどんな情報を発信してくれるのか、ファンは楽しみにしている。新たな視点から舞台裏に迫り、ファッションリーダーたちの魅力に迫ってみましょう。まずは2月24日土曜日の展開情報に注目してください。ファッションショー、インタビュー、新コレクション発表などのステージで彼らがどのように輝くのか、その舞台裏に迫ります。新作アイテムがランウェイに登場し、私たちの心をつかみます。最新コレクションがいつ雑誌に掲載されるのかも気になります。彼らの美意識やインスピレーションがファッション誌の紙面にどのように反映されるのか楽しみです。このビデオでは、ナンバー、愛がどのように常に新しい表現を模索し、ファッションの世界に自信をもたらしているかを探ります。彼らの影響力には限界がなく、ファンは次に何が起こるか楽しみにしています。このビデオは、彼らのユニークな美学を体験し、ファッションの新たな可能性を探る素晴らしい機会となるでしょう。あなたも、その魅力の虜になること間違いなしです。そして、平野紫耀から待望のコメントが到着。自身が出演したイヴ・サンローランのアイコニックなリップルージュピュールクチュールについてのコメントがファッション界で話題となった。スタイルやファッションセンスを決定づけるファンも多い彼のリップルージュピュールクチュールの特徴や使い方など、独自の視点でその魅力を解説します。その言葉からは、彼のファッションに対する情熱とイヴ・サンローランの愛が感じられます。概要欄に動画リンクを記載しておりますので、ぜひご確認ください。彼の言葉は、ファッションを愛する人たちに新たなインスピレーションをもたらすに違いない。ファッションイベントの新たな動画も公開され、ナンバー、愛の衝撃的な活動がファンやファッション愛好家に新たな視点と魅力を与えている。これからの活躍に期待が高まるとともに、きっと彼らの魅力の虜になるでしょう。ファッション界で注目を集める方々からの興味深い情報を今後もお待ちしております。